トカチ川温泉のモール温泉アタンモール泉とは植物起源の有機質を含んだ温泉のこと、モール温泉とも言う。モールとはドイツ語でアタンなどを含むデータンのこと、北海道トカチ市長管内オトフけ町のトカチ川温泉で20世紀初頭に名付けられた。平成前期まではトカチ川温泉及びドイツ連邦共和国のバーデンバーデンの世界で2カ所しか確認されていなかったが、 その後、別地でもモール成分を含んだ温泉が確認され、始めた。温泉法に基づくの療養泉の分類についての、泉質とは全く別の概念である。療養泉の分類上では、単純温泉や塩化物泉、炭酸水素塩泉などであり、効能などはそれぞれに準じる。石炭の形成途上であり、炭化が進んでいないデータンや炭素から源泉を、組み上げるため、 植物起源の有機質を多く含み、肌に触れるとツルツルとした感触があるのが特徴だが、効能としては認められていない。湯色は雨降雷を呈し、黒湯のように透明度が極めて低い湯もある。これらのうちの一部は、源泉が地下10メートル前後と極めて浅い層からでも得られること、湯温も30度前後と低いことなどから地下に封入された。 化石水による温泉ではなく、自由水が、冷嘆中の有機物から生じる熱で温められているのではないかという説がある。日本国内では、モール泉の名は一般的ではないため、一般へのわかりやすい解説として、五数万年経てば、石油に変わる温泉や、石油になる一歩手前の温泉と表現されることがある。モール温泉 NPO 法人北海道。 遺産協議会事務局やわた黒井温泉港う。ありがとうございます。